ペンネームしおこさん40代の女性から頂い,いたお悩みです私は46歳の主婦です今年7月下旬に乳がんが見つかりすでに背骨にも転移していました医療保険をそろそろ見直そうと考えていた矢先に病気になってしまいがん保険には入っていませんでしたがんのあまりにも高額な費用に毎日毎日不安で眠れません 5年前にローンを組んで購入した家はまだ20年近くもローンが残っており私が一緒に働けば何とかなると見通しの甘さで購入してしまい今の貯金と私の病気を考えるとどのぐらい持つかわからないそう思うと恐ろしくて毎日眠ることもできませんまさに自業自得なのです主人の仕事も安定しておらず働けなくなってしまったら どうにも立ち行かなくなると思うと毎日が絶望しかありません実家の高齢の母からは治ってもらわないと困ると責められでもこの病気が病気なのでどうにもならず完全に生きる希望を失っています死んでお詫びできるものならしたいのですが死ぬわけにもいかず毎日が苦しくどうしようもありませんこんな愚かな私になすべきことは残されているでしょうか 私が尊敬してやまない大愚良官というお坊様がおられます。江戸時代に生きられたお坊様です。この方の言葉に、災難に会うときは災難に会うがよく候、死ぬときは死ぬがよく候。これはこれ、災難を逃るる妙法にて候。 災難に会うときは災難に会うがいいとそして死ぬときはその死を受け入れて死ぬがいいこれこそが災難に会わないための方法なんだよそのような意味の言葉ですこの言葉は良寛さんの友人でもあった俳人あの 死を読む人ですね。山田徳公という俳人が震災にあった時のお見舞いの手紙に書かれていた一節だと言われています。災難に会った人にね、災難に会う時には災難に会うがいいと。それを受け入れるがいいと。そして死ぬ時にはその死を受け入れるがいい。一見非常に冷たい 言葉のようなんですけれどもまさに良寛さんというこのお坊さんの生と死を見つめたその生き方の境地から出てきた最大の慰めの言葉であろうと思います病気になった人に頑張ってね、よくなってね 死なないで。癌になった人に、早く良くなってね、頑張ってね、っていうのは簡単なことです。けれども、わかった、頑張る、ありがとうねって言いながらどこかで常に死の恐怖にさらされている。それが病人の心理ですね。私も小さい時からお寺で育って、たくさんの方々の最後をお送りしてきました。 私の母も、癌を患って、そして、闘病生活を送りました。幸いにして手術をして、その後ですね、少し回復をしましたけれども、私自身も、これまでも話したことがあるかもしれませんけれども、もアナフィラキシーショックというので、これまで、 二度、三度、突然、心肺停止の寸前まで行くというような状態で救急車に運ばれて、えー、精神の境をさまよったこともあります。人間というのは死ぬんだなということをその時やっぱり思いましたね、改めて。葬儀をずっとお寺にいてですね、人の亡くなる報告を聞いて、そしてそれをまた どこかで待っているという側からするとねそれが人の死ということに対して慣れるかと言ったらまあある意味では人は死ぬもんだなという意味での慣れはありますけれども最近の私の心境とするとね自分も死ぬんだなということがよくわかるこれは決して人の死ではなくて自分の死だと自分より ずっと年上、自分のお父さんぐらいの年齢の方が亡くなるとそうするとあこれは自分の父の今日は葬儀なんだと私の母ぐらいの方が亡くなると今日はこれは私の母の葬儀なんだと私より若い方が亡くなるとこれは私の弟の妹の葬儀なんだとか私と同じぐらいの方が亡くなるとあ今日は私の葬儀なんだと最近はそう思いながら、えー、葬儀に を取りり残させてていいただいております、まあ、人間はね死ぬんですよね。でかといってまあ私の周りにもがんにかかってしまったというそういう相談もそうですしそうおっしゃるおだ家さんの方々ねがんにかかられたというその報告をしてくださるおだ家さんたちっていうのもたくさんあるわけですけども面白いもんでねご主人が 余命月だとと言われたとうちの家内はもう余命3か月だと言われたそうあれからもうでも8年も9年も経っても奥さんまだ元気でいらっしゃるんですねそういうこともあるまさかと思って突然バタンと倒れて亡くなられる方もあればあと余命3か月だって言われておいて8年も9年も気が付いたら10年もまだ生きてらっしゃるっていう方もある あ本当この病気っていうのは分からないものでね、また人の死っていうのは分からないもので、おそらくこの良患さんもね、そのような命のありさまというものをじーっと観察なさって、そして命のこのじたばタしない生き方という、その良患さんの生きざまの 中から出てきたのが先ほどの災難に遭うときには災難に遭うがよくそうろうとそして死ぬときには死ぬがよくそうろうとそしてこれこそが災難を逃るる妙法にてそうろう災難に遭うときには災難に遭うがいい死ぬときには死ぬがいいそう 腹をくくって受け入れる、そのことが災難に合わない方法なんだよ。そのような言葉を残されたんだと思いますいや。本当にその通りだなぁと最近思うんですね。さて、塩子さんの問題は何かというと、まあ、乳がんが見つかったと。そして気が付いたら背骨にも転移している。まあ、その時のショックね、それが分かった時のショックったら、 本当にこうど,うどう形容していいかわからないようなショックだと思いますところがお子さんはその自分ががんになってひょっとしたらこれどんどん転移がもう背中まで進んでて40代でしょ、ね、で若いですしあこれはひょっとしたら自分が死ぬかもしれないでそういう死に対する恐れよりもお手紙拝見してるとそれ以上にね もっと現実的な問題そのもちろん自分が死ぬかもしれないということの怖さがあるけれどもそれ以上に家のローンをこういう抱えてるとかその治療のための費用が高額でもうそれが不安で眠れないっていう,うまさにこの死ぬことではなくて生きていく上でのこのお金の心配それから 自分が死んだ後のことのお母さんであったりご主人であったりということの心配お子さんいらっしゃるのかどうかこれは書いてないんですけどもそういうこの現実的な心配で非常にこう悩んでいらっしゃるということですねどうしていいんだかわからないということですねでおよそこのがんということもう今日本では決して珍しくないこのねガを発症してしまった で、その本人ということよりもおそらくこれ周りの方の方が動揺していたり、まあ、本人ももちろん動揺しているけどそれ以上にですね、この本人が心配することは死ぬということ以上にですね、この生きる上でのこの現実的などうしようと、今のこのローンのこととかそういったことをが心配になっている。で その自分がいよいよ死ぬんだということそれよりも性の問題を死の問題よりも性の問題っていうのが同時にこれ心配になってるもちろん死の問題も心配でしょうけどねで先ほど言った塩子さんの問題は何かというと私たちはねこう何か一つ想定外のことが起きたときに 混乱してしまうということがあるんですね。で、この、混乱して、精神状態が、当然こう、普通じゃなくなってしまう。で、そうするとね、何が問題かって、正しく、落ち着いて、物事が見れなくなってしまう。ここが問題なんですね。良漢さんの言葉、というのは、 その災難に会うときには災難に会うがよくそうこれはですね、その災難に会ったときに、災難に会ったということによって、私たちの精神が大きく乱れて、かき乱されてしまう。死ぬということを目前にしたときに、生まれたときから考えてみれば死ぬことは分かっているはずなのに、大きく自分の心がかき乱されてしまう。 そうすると、冷静さを失って、物事がちゃんと捉えられなくなってしまうんですね。それはそうだ。神になったんですから。それはもう平然と冷静にいられるわけはない。確かにそうなんです。けれども、死ぬかもしれない残された命。これがですね、最後の最後。 狂ってしまう。狂乱してしまう。ということは、実はよく考えてみると、最も恐ろしいことなんです。癌になった。それが乳がんから始まって背骨まで転移した。これはもう今後一気に広がってくるかもしれない。残された時間っていうのはもう限られているわけです。で、この残された時間を、やはりその、最後死ぬかもしれないけれども、 残されている時間というのをどう生きていくかっていうことが大事であるのに頭が死によって占領されてしまうあるいは混乱によって心がかき乱されてしまうこの状態が最も恐れなければならない状態なんですねだから災難に遭う時には災難に遭うがよく騒う。 災災難難ににっったたんであれば、その災難に遭ったという状況をね、落ち着いてよーくどういうことが起きているのかということをよーく腹を据えて見極めなさいというのがこの良川さんの言葉の中に入っているような気がするんですね。込められているような気がしますさて潮子さんが今この自分ががんになったってことこのがんになってしまったどうしましょうっていうこと以上にこのお金の心配をして 一番大きなのがこの住宅ローンですかね。5年前にローンを組んで購入した家がまだ20年残っている。でいろいろこれに対してね、出費が出ていくどうしたらいいでこの時にね、例えば、まあ、最悪の場合どうしたらいいかっていうのことをだんだん考えると思うんですね。その時にこのローンが残っているという家を売却しようと思った時に、そういうことも出てくるかもしれない。 で医療費の出ていくお金が出ていく恐怖って怖いですよね本当にねでさらにその住宅のローンを払わなければいけないっていうそういう恐怖もあったりするでこの時にね冷静さを失ってあるいはインターネットでいろいろ調べたりあるいはいろんな人に話を聞いたりするといろんな人がいろんなことをおっしゃったりまたこのインターネットでいろいろ調べてみてもそのいろんなことが書いてあったりして余計混乱するんですでそこで自分の死に対する 常に、常にあるその死への恐怖と、それから、どんどんお金が出ていってしまうってことに対してのその恐怖と、こう、ダブルパンチ、トリプルパンチ。ね。で、どんどん、こう、自分が冷静に物事を見れなくなっていってしまうんですね。周りもこう、興奮してます。周りも冷静に物事が見れません。そしてお母さんもね、あんたは死んでもらっては困る。それは困りますよ。だけど、死んでもっては困るって言われたところで、 そう、仕方がないじゃないですかね。じゃあ分かりました。あの私は死にませんってわけにいかないかもしれない。ね、でとにかく、そうやって自分が冷静に物事を落ち着いて判断することができないという状況に放っといたってこうってなるわけですから。そうするとどうなるかというと、自分が落ち着いて考えるべきことを考えられなくなったり、落ち着いて なすべきことをなせなくなってしまったり。で、そんな、そうこうしているうちに、どんどん症状が進行してきますでしょ。そうするとね、どうなるかというともっと苦しくなるんですよ。症状が進行して、死に近づけば近づくほど、考える力が落ちていくんです。で、この考える力が落ちていく中で、でも悩みだけが残る。これが苦しいんですね。考える力があるうちというのは、何を、 どういう順番でどうしたらいいっていうことを考えることができるので、落ち着くことができるんですよ。ところが、考える力がなくなっていくと、何をどういう順番でどうしたらいいのかっていうことを考えることができなくなるので、余計それが苦しくなるんです。以前もこの話を私したことがあるかもしれませんが、例えば、まあ私も昔、学生の時に、 イギリスのロンドンで財布を剃られてしまったんですね。その時に全部なくなって、身分証もそうですし、それからお金ももちろんないし、今みたいに携帯電話のある時代じゃなかったですから、全部剃られてしまって、どうしようって。もう本当に頭の中が真っ白。ね、何も考えられない。どうしていいかもう分からなくって。 で、時は夕方だったんです。で、どんどん向こう、お店が夕方になったら閉まってってしまうんですね。それで、私はどうしたらいいでしょうって。で、困って。それで、私もどうしていいかわからなくってね、もう考えられなくって。で、誰にも連絡も取れなくって。で、周り見渡してみても、警察があったりってわけでもないので。で、 ある民家の門をの,あの叩いてですね扉を叩いてそしてその出てこられた老夫婦の方に事情を話してそしたらね中へ迎え入れてくださってそしてねあの落ち着いてどこで落としたのどういう状況だったのみたいなことを話しながらですねいろいろとその方があの私を落ち着かせてくださって。 でお茶を出してくださったりお菓子を出してくださったりしてね「えー、大丈夫よ」って言ってねそしてあの私の頭の中を整理してそして、えー、彼らも一緒に手伝ってですねそして、えー、その後どうしたらいいかっていうことをようやっと冷静になって考えることができたっていう経験があ若い頃にありましたけれども本当にあの考えることができなくなってしまうっていう苦しさ これほど苦しいことはないんですね。で、潮子さん、まさに、あの、自分がね、向こうやって癌になってしまった。そんで、借金まだ20年も残ってる私。ご主人の仕事は安定してるわけじゃないし、ということで、もう一手にいろんなことを潮子さん自分で背負って、そしてパニックになってしまう。ね。そんな状況に今あられるんだと思うんですね。先ほど言いました。塩子さんの問題は何かというと、この、 災難に合ってるわけです。死ぬかもしれないという、この災難に合ってるわけですね。で、この時に自分が冷静でいられない。それはもう仕方がない。だからこそ、この時にですね、今の死ぬ自分が癌になったということと、それからローンの問題と、いろいろそういったことは関連してきますけども、やっぱり分けて、冷静に一つ一つ考えていかなければいけない。ね、その癌ということをきっかけに、 やはりこれまでの生活のまんまではやっぱりいられないそういう状況がいやおなしに今来てるわけですからだからこそ今この現実をどうやってやりくりしていくのかということを冷静になって考えないといけないで例えばがんということで今住宅ローンどうしようということで最悪の場合どうするか要するに 自分が死んだ時にどうするか。これをおそらくもしお子さんも考えると思うんですねで。その時に、例えば、じゃあ家をどうしよう。ローンが返せない時に、これを売却する、ね。で、その家を売却した時に、果たしてその残っている残債と同じぐらい、あるいはそれ以上値段がつけば、それは売れるわけですけど、そうでない。ね 残債よりもずっと低い値段でしか住宅を売れないっていうこともあるかもしれない。で、それで誰に相談したらいいのかって言った時にね、いろいろインターネットを弾くといろんなものが出てきます。え、でもそれも一番最初に出てきたものにすぐ飛びついてしまったり、でそうやって自分が混乱してるとね、その、いちいち自分が求めていることに対して自分の恐怖に対して、 パン飛び込んできた情報に今度すぐ飛びついてしまったりするんです。ところが、インターネットに一番上に出てくるものっていうのは、広告がかかっていて、その塩子さんと同じような状況にある方、ね、例えば家のローンが残っているけれども、自分がそれが払えない状況になってしまった。でもその払えない状況になってしまった時に、こういう方法で、 あなたにこんな悩みがありませんかこういう方法で私が解決しますよみたいなものが出てきたりするんです。でもそこに広告費がかかっているということは必ずしもその方がひょっとしたらですよベストな提案を塩子さんにとってしてくださるかもしれませんけれども多くの場合その悩み事を解決するということがその広告主のメリットになるからそこに出しているわけです。そこにそこへですね一番最初に飛びついてしまう。で、これが必ずしも塩子さんにとって ベストな結果を生むかどうかはやっぱり分からなかったりするんですね。例えば、住宅ローンがあると。銀行でローンを組んで借りたんでしょうから。例えば私はね、この住宅ローンの問題なら住宅のローンの問題で、ちゃんと冷静に最悪どうしたらいいかっていうことを考えていった時にね、まず最初に私はやるべきだなと思うのは、銀行に行って、その、 ローンのですね、月々の返済額を返済可能な額にまで落としてもらうそういう手続きを願い出る通るかどうかは分かりませんけれども例えばそういう手順を踏むということが塩子さんにとって今最良かなということを今思うんですね。でけれども、例えば自分が混乱をしていると いろいろな人がいろんなことを言ったり、いろんなことを、の情報が入ってきたりしてで、それをですね、鵜呑みにしてしまって、そして、またお金がかかっていく。っていう状況に追い込まれていく人たちを、これまでも私もね、たくさん見てきたんです。で、処方箋を何かって言ったら、翔子さんね、先ほどの良寛さんの言葉、災難に遭うときは災難に遭う,遭うがよく候死ぬときには死ぬがよく候 もう、がんが、その、ね、乳がんから背骨の方まで転移してる。そうこうして、今、この私が答えをこうしてですね、今日一問一答の答えを収録して、それが塩子さんのがまたこれをご覧になるかどうかわかりませんけれども、届くまでの間に、塩子さんがこの質問を私に出してくださってから、この答えが届くまでに、ね、一答が届くまでの間に、また時間、タイムラグがあるわけです。 ひょっとしたらガンがどんどん進行してるかもしれない。イコール、それは、しおこさんが、イコールこのガに侵されて、早い段階で死んでしまうかどうかってことはわからない。先ほど言ったように、これが、なんか、どんどん進行が進んでいって、余命何ヶ月って言われておきながら、なんか、気がついたら1年、2年、3年持つかもしれない。わからない。わからないけれども、わからないけれども、しおこさんはね、 この癌になったということの、患ったということのきっかけによって何かしら自分の生活を見直していくということもやっていかなければいけない。そしてそれをやった方がいい。そんなタイミングに今おられると思うと、私は塩子さんに、まずね、この住宅ローンがそこまで大きくのしかかってきているのであれば、処方箋として銀行に行かれることをお勧めします。 リスケと言って銀行に行ってですねそのローンの返済の月々の返済の額を何とか調整してもらってその返済可能な状態に持っていくということそれがですね100%やってくれるかどうか分かりませんよ分かりませんけどもそれを交渉する余地はあるのかなと思うんですでこのリスケを銀行に申し出るとですねいろいろなアドバイスをもらいますそれは生活の中で出費として 今あの余計な出費があったり削れるところを削ってくださいっていうことをやっぱり要求されるわけですねその要求は飲めないとそう,そうしないとこうリスケをしてもらえないスケジュールをリスケジュールをしてもらえないということをがあったりしますでもこれこそがまさに他人の力を借りて自分の混乱した頭を整理する方法であるっていうことなんです。 だから私の処方箋として、潮子さんにお伝えしたいのは、がんにかかって死ぬかもしれないという心配がある。でも、それ以上に、このお金の面をどうしていったらいいのか、この生活をどうしていったらいいのか、これがやっぱりね、自分では自分の生活が当たり前になっているので、自分の生活を見直すということはなかなかできないんですよ。しかも今、興奮してしまっている状態であるのでね、冷静に物事を判断できない状態であるので、 でこれをですね他人に関わってもらうことによってそして自分の頭の中を整理していって落ち着けていくそして生活を見直していくってことができたりするんですでインターネットでいろいろ住宅ローンどうしようってがんになってしまって調べるとですねそうするとまああの債務整理をしたりとか、まあ、家の売却をしたりとかそういう話が出てきたりするんですけれどもそれをする前に、まあ、私は 一つの処方箋としてね、アドバイスとして、いろんなことを検討してみる。家の売却とか最悪のことを考えてみる。それももちろん大事なことだと思います。けれども、その前に、ぜひね、翔子さん、銀行に行っていただきたいと思うんです。そして、毎月のローンが重く自分にのしかかって、そしてすごいストレスになっているのであれば、いや、実は格閣しかじかでこういうことで、ローン、あの、癌になってしまったと、ね、いう話をして、そして、えー、誠意を持ってね、 そういなうんと,、えー、とかでも家が急になくなってしまうのも困るしなん、ねえー、とかその返済額を調整してもらって月々の返済額を調整してもらうことによってねなん、えー、とかなるんだったらあのそれをお願いしたいと必ず返していきたいと思っているのでっていう、えー、相談を持ちかけることが潮、えー、子さんにとって潮子さんのその 家のローンに対しての大きなストレスを、ただでさえ癌になってしまったというストレスがある上で、20句、30句になりますでしょそれからどんどん病気の進行を早めていってしまうことになるかもしれないんですよ。ですから、これをですね、銀行に行ってリスケジュールをお願いしてみるということをなされることをお勧めします。で、そうすると先ほど言ったように、家のローンの問題、それが通るかどうかわかりませんよ。 けれども月々の返済額がひょっとしたら減らしていただける減らしていただくというのは、まあ、当然その分長く払っていかなきゃいけなくなるわけですけれどもご主人も含めてそういう方法っていうのもあるんだっていうことをですねひょっとしたらもうご存知かもしれませんけれどもそうやってねこう具体的に今の問題に対してどういう方法があるのか何か方法はないのか ということをですね、考えて、そして、ベストとその段階で思われる方法をですね、取っていく。ただ、闇雲にこう、どうしたらいいんだ、もうど,どうなっちゃうんだ、どうなっちゃうんだって、不安にかられてね、ずーっとそのまましてると、最終的に絵を売却しなければいけないことが、 あるかもしれない。わからないですよ。わからないですけども、放っておけば放っておくほど、状況が悪化してしまうっていうこともあったりするんです、ね。なので、一つ一つ、こんな状況になったからこそ、落ち着いて冷静に、この問題に関しては、どうしたらいい。この問題に関しては、どうしたらいい。で、そうやって、ご自分の今突き当たっている問題をですね、に対してですね、 最悪の場合どうするかっていうことを考えていくそれが災難に会うときには災難に会うがよくうろうということなんです腹をくくって今この現実をどうするかっていうことを冷静に考えていくで、まあ、その最大の問題大きなストレスとなっているのが住宅ローンであろうとだとすれば、まあ、私はこの銀行に行ってこの住宅ローンを こん、かくしかじかの事情でこんな状況になってしまったので、なんとかリスケジュールできないでしょうかっていうことを、リスケできないでしょうかっていうことをですね、相談なさるっていうことが一番なのかなと思います。で、そうすると、先ほど言ったようにね、その住宅のことに付随して、銀行側が、その貸している金融機関側がですね、お金を、要するに月々の返済額を減らすっていうことは、 それは貸してる側にとったってリスクなわけですよね。その回収できない。貸したお金を回収できないってことになりますから。であれば、このね、銀行側もそういうふうにしてリスケジュールに対応するのであれば、あなたも生活を切り詰めてくださいね。って言って、ここの部分は削れませんか、ここの部分は削れませんかっていうことを、えー、こう突きつけて来られるわけです。でも、それがかえって自分の生活を 等身大のものに落としていく。これまで慣れ親しんだ自分の生活、健康でこれから老もちゃんと自分もご主人と一緒に共働きをして返していくんだっていうその計画が計画通りにいかなくなった。だから絶対にその生活の支出っていうことを抑えていかなければならないはずなんです。ところがなかなかこれが自分でできない。だから その金融機関が提案する、こういうふうにして、この部分は減らせませんかこの部分は減らせませんかっていうのを聞きながら、自分の生活をですね、少しこう、シンプルにしていく。切り詰めていくって考えると、なんかこう、苦しい状況、痛いんですけど、シンプルにしていく。そして、死ぬかもしれないという前提で物事を腹をくくって進めていくことによって、 自分の今抱えているストレスが少しでも減っていく可能性がある。ということで、あの結論としましてはね、その、癌になってしまった、そして死ぬかもしれない。この恐怖は本当に経験したものでないとやっぱりわからないと思うんです。けれども、だからといって、みんなが動揺した状況で現実を 物事を冷静に判断できないとこれまたね余計な出費を重ねていってもっとドツボにはまっていくっていうそういう人たちがいるんです自分が冷静でないときに感情的になって興奮してあるいは恐怖にかられて恐怖に従って物事を判断してしまうとろくなことにならないんですですからぜひこんな時だからこそね落ち着いてそして 今一番問題になっていることをどういう手順でどういうふうにして少しでもその問題をストレスを和らげていくことができるそういう方法があるんじゃないかそれを落ち着いて探し求めてみるそして具体的に自分の大きなストレスになっているものを少しでもそのストレスを減らしていく方向で物事が展開していくそれを解決できるということがあるかもしれないそう 淡々とそして着実にですね自分から複雑化してしまったいろんなものを削り落としていく病気の時にはそれをするとても大きなチャンスですしまたそれをしなければならないですから結論としてね今の一番大きな住宅ローンに対してのストレスがあられるとしたら 私は、まず銀行に行って、えー、リスケをなさる。それがいいのかなと思います。弁護士さんとか入られるとですね、そうすると銀行側というのは、あの、塩子さんと対話をしてくれなくなりますから。それは、その、専門家同士の話になってしまうんですね。けれども、借りているのは自分である。だから、自分がちゃんと誠意を持って話をしに行って、 事情を話すと銀行側もですねそのリスケジュールに対応してくださるかもしれないで一番いいのはリスケジュールに対応してくださる時に自分ではなかなかできない生活の毎日の生活の出費の見直しを厳しくアドバイスしてくださるんですでそのことによってね少しでも自分がお金に対してどんどん出てってしまうっていう恐怖がですね 何とかして、これをやりくりして、余計なものを削っていくっていうことができるようになると生活がシンプルになるんですね。ということでね、方法っていうのはいろいろあります。そして、塩子さんがなすべきことっていうのもいろいろあるんです。塩子さんはまだ死んでないんです。生きてるんです。生きてるときは、生きてる時のことをやっぱり考えなければいけない。死というところを前提にもちろん考えるわけですけれども。ですから、もう死ぬ。 かもしれない。そこは、お子さんの中でも、覚悟を決めなければならないなって思ってると思うんですね。でも、生きてるうちに、今まだ生きてるうちに、混乱がものすごくあって、これがどん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 自分の病気の状況が進行していけば進行していくと、自分で考えられなくなっていくので、考えられないけれども不安だけが残っている。これが苦しいんです。ですから、どうぞね、あの、今の状況、病気になった、災難にあった、災難に、 死ぬ時には死ぬがよく揃うまさに今自分ができることをこの死というところを見据えた上でねそれは何なのかどういう方法があるのかこれをぜひ落ち着いて冷静に考えてみてください。でそのことによって潮子さん一つ一つこの自分の死から逆算して残された生をどう生きるかということが 見えてくると思いますこのお金の問題も,もちろんですけどそれ以外にも塩子さんがもし自分がこのがんが進行してね死んでしまうかもしれないと思った時におそらくなすべきことっていうのはまだまだ出てくると思いますでもどうぞ焦らず冷静にこの残された余生をねどうなるかわからない余生をちゃんと。 生きてほしいんです。応援しています。頑張ってください。